レタレウニツァ・ブラトー・ゴリシェクは、スロベニア北西部プラニツァに位置する、スキージャンプ競技場。2011年に、ノルウェーのビケルスンジャンプ競技場が改修されるまでは、世界最大のジャンプ台で、ここの最長飛距離が、世界記録とされていた。その当時の K 点は185メートル、ヒルサイズは215メートルであった。例年3月にスキージャンプワールドカップの最終戦シリーズが行われるほか、スキーフライング世界選手権が過去8回行われている。2014、2015年シーズンのスキージャンプワールドカップの最終戦シリーズで改修された K 点200メートル、ヒルサイズ225メートルのジャンプ台で公式戦が行われた。FIS の認証は2015年3月12日に行われている。プラニツァで最初のジャンプ台は1930年、ポンツァ山の斜面に建設された。1934年、スタンコ・ブローデックが巨大なジャンプ台を建設。ここで1936年3月5日、史上初めて100メートルを超えるジャンプがヨーゼフ・ブラドルによって記録された。1969年、この隣に、ブラドとヤネスのゴリシェク兄弟の設計による K 点185メートルの新しいジャンプ台が完成し、兄弟の名が冠された。年々行き距離が伸び、1985年にマッチニッカネンが191メートルを飛んで、以降はここでの記録が世界記録であり続けた。1994年の改修ではカンテを10メートル後方に下げて、ランディングバーンの最初の部分を延長する工事が行われた。これにより、従前最大15メートルに達して危険だった高い飛行曲線の軽減に成功した。2005年には、ビヨーン・アイナール・ローモーレンが239メートルを飛んで世界記録としたが、2011年2月、ノルウェーに完成した世界最大 HS225 メートルのビケルスンのフライングヒルで、ヨハン・デメン・エベンセンが 246.5 メートルを記録してこれが世界記録となった。2015年3月20日に HS225 メートルの新生ジャンプ台のこけら落としとして行われたワールドカップ第34戦でペテル・プレブツが 248.5 メートルを記録。2019年3月24日、2018、19、ワールドカップ第28戦において、小林陵侑が1本目に252メートルを記録して、バッケンレコードを更新した。かつては200メートル、現在ではヒルサイズを超えるジャンプが出ると、1979年にスキーフライング世界選手権がここで開催された際に、公式テーマソングとして作られた、アンサンベル・ブラトー・ア・ブセニクのプラニツァ・プラニツァが場内に流れるのが、名物の一つとなっている。レタルニカ・ブラトフ・ゴリシック・レタルニカ・レタルニカ。併設ジャンプ台この一覧は1969年、レタウニツァ・ブラトー・ゴリシェク会場以降の国際大会のトップ3である。及びによる。FIS 公式サイト、スキージャンプ参照。ありがとうございます。